と大きな責任感があるのでピアノソロにはない緊張感がついてきます責任感を味方につけて素敵な演奏ができるようマインドを切り替えるんです練習方法も変えたら必ずいい演奏ができるようになります今日はその方法を練習しますみなさんこんばんはかなかなですいつもたくさんの応 本当にありがとうございます。ようやく春らしく暖かくなってきましたね。私の一番好きな季節です。皆さんはお花見しましたか私は家族で今週の土曜日にお花見をする予定でお弁当をたくさん注文しましたよ。さて、今日もレッスン元気にやっていきたいと思います。こんなご質問をいただきました。 中一男子です。カナカナさんのピアノをよく聴いています。ありがとうね。カナカナさんはとても優しく、何回でも聴きたくなるような弾き方ですので、個人的には好きです。学校でよく合唱するのですが、その時に伴奏を任されたりします。かっこいいですね。私の息子にもそんな風になってほしいです。 きっと、モテモテではないですかとても嬉しいのですが、とても緊張してしまいます。緊張せず弾く方法何かありますかあったら教えてください。とのことです。学校の合唱で伴奏任されるなんて本当にかっこいいですよね。とってもいいことだと思います。私も小学校、中学校の時、何度か授業中に弾いて緊張したのを覚えています。 緊張というワードのご質問もよく皆さんからいただいています。以前にカナカナレッスン30回と64回でピアノソロでの本番の緊張とどう向き合えば克服できるかというお話をしました。今回は合唱の伴奏ということでまたピアノソロとは違う克服方法があるので 今日はそれをレッスンしたいと思います。皆さんからのご質問の中で、吹奏楽部やオーケストラでとても緊張してしまいますが、どうすればいいでしょうかというメッセージもよくいただいているんです。大勢の中での自分をどのように保ち、リラックスして、そして自分らしい、あなたらしい演奏をするには、一体どうすればいいのか ピアノソロとは少し違う克服方法をお話ししたいと思います。ピアノソロは聴いている人の目線は自分ただ一人。自分の音しか響いていないので、それはそれでとっても緊張しますよね。緊張はするけど、ある意味全ては自分のせいにできますよね。人に迷惑をかけることはありません。 例えば、もし、思うような演奏ができなかったとしても、自分を責めて終わります。だから、楽といえば、楽、楽ではないけど、まあ、自分だけで終わるから、楽、と感じる方もいるかもしれません。ピアノ、ソロ、一人だから、楽ではない。逆に一人はしんどいと思う方もいると思います。皆さん、それぞれで、 いいのですよ。ちなみに私は長年孤独と戦ってきたので、ピアノソロの方が楽です。でも伴奏音も大好きです。人と関わるのが大好きですし、合わせの練習も会話しながら、対話しながら音楽を一緒に作り上げていけます。一緒に共演できる方の音楽に合わせて、 自分の色がまた違った色になったりする瞬間もとても心地いいんです。ピアノソロは常に自分自身と対話しています。これでいいのか自分。こんなものなのか私。まだまだいけるんじゃないのこんな感じで自分と話しています。そしてもう亡くなった大作曲家さんと対話してみたり、 もう本当に孤独ですよね少し話がそれましたが伴奏となると大きな責任感があるのでピアノソロにはない緊張感がついてきます自分が間違ってしまったらみんなにも迷惑をかけてしまう自分のせいでみんなもダメになるそんな大きな責任感から緊張してしまうんですよね その責任感があるからこそ伴奏者として成り立つことができます。それはとても素晴らしいことです。責任感を味方につけて素敵な演奏ができるようマインドを切り替えるんです。練習方法も変えたら必ずいい演奏ができるようになります。今日はその方法を伝授します。学校の伴奏となると 全クラスメートたちに一人注目されてまずそこでドキドキですよねドキドキと責任感に打ち勝てるように練習方法に一工夫入れてみましょう伴奏の練習をするとき伴奏だけのピアノ部分を練習して終わってはいませんかそれでは練習が足りません伴奏譜の譜読みが終わりある程度弾けるようになれば 歌のメロディーのみを弾いてみるんです。二部合唱や三部合唱の曲でしたら、両手を使って歌のメロディー、ソプラノとアルト、テナ、バス、歌のメロディーのハモリまで弾いて、しっかりと理解することが必要です。例えば、有名な合唱曲、翼をくださいでやってみます。 すれば続いて伴奏の左手と今の歌のメロディーを合わせて弾いてみます。 続いて余裕が出てくればあなたの伴奏パートを弾きながら歌のパートを歌うこの伴奏と歌を一人でしながら練習してください伴奏部分だけ練習で完璧に弾けてもいざクラスメートと合唱で合わせると違うメロディーが聞こえてくるのでなんだか焦ったりパニックになってしまい 緊張もしてしまうことがあるのです。ですので、このように合唱のメロディーの部分をしっかりと理解しておくことは、最低条件になります。そして、YouTube なので、その歌っている曲を探して、一緒に合わせながら弾く練習をすれば、学校で弾くときお家での練習と同じように、耳に聞こえてくるので、大きな自信をつけることができます。 また、あなたの伴奏符で弾きながらメロディーは歌う。なかなか難しいことではありますが、この練習をすればもっともっと上達します。ぜひやってみてください。さて、続いての克服方法です。先ほどの練習で自信をつけても緊張してしまう。それは責任感もあるし、クラスメートたちの視線が 気になっていることかもしれません。ここからは、精神的に自分に打ち勝つしかありません。例えば、クラスメートが40人いたとします。大きな船に一緒に乗っている中の1人ではなく、あなたは大きな船を運転している船長さんだと思ってください。あなたが誘導して、あなたが39人を引っ張っていくのです。 あなたの伴奏にみんなが乗って音楽を奏でる。そんな素晴らしいことはなかなか経験できることではありません。みんな僕についてこいくらいの大きな気持ちで行きましょうね。でもいろいろな性格がありますからなかなかそう大きな気持ちになれない場合もあると思いますが、外には出さなくても内側だけでもいいので、演じてでもいいので、 大きな気持ちで伴奏を演奏してください。それと、もっと大切なことは、音を楽しむこと。ピアノの音の上に声が重なり、一つの作品を作っている。これは学校でしかできない貴重な体験でもありますからね。大人になってから合唱する機会なんて、もうほとんどありません。いつもとは違う練習方法と、 大きな気持ち、自信をつけて一度挑んでみてください。きっと見える世界が変わってきます。また以前に合唱の伴奏をうまく弾くコツを第40回レッスンでしていますので、そちらと併用してみてもらえれば最強になります。もっと細かく伴奏のコツをお話ししていますので、さらに自信がつくと思います。ぜひ頑張ってくださいね。 応援してるよ役に立ったよという方またコメントをお待ちしております。それでは練習一緒に頑張ろう